30日、フェニックスリーグの全日程が終了し、広島は5勝8敗2分けで下位に沈んだ。先発陣では4度先発のマウンドに登った玉村が防御率 0.86、 ビップも1を切る打者を寄せ付けないさすがのピッチングを披露すると、3試合で先発した小林はまずまずの成績を残したものの、圧倒するという意味ではやや物足りなさを残した。またシーズン後半に12回を投げ自責点2と好投を見せていたルーキーの斉藤はフェニックスリーグで2試合先発として登板したが、ストレートの球速が今一つ上がらず、防御率 7.2 と結果を残せなかった。その他では2軍で安定したピッチングを見せていた黒原は、三振はよく取れていたものの、フォアボールやヒットでランナーを背負うことが多く、7年目の高橋は防御率こそ 2.08 ではあったが、四球率が 20% 近くあり、今年1年最後までいいところがなかった。リリーフ陣では12日の日本ハム戦で1イニングに17失点を喫した当事者の新谷と坂田は防御率が大幅に悪化し、今季1軍未昇格に終わった社会人ルーキーの長谷部は被打率が4割と打ち込まれ、ウエスタンリーグ同様フェニックスリーグでも結果を残せなかった。その他では結果を出した選手はいるものの、内容的には一長一短あり、目立つ活躍を見せた投手はいなかった。野手陣では林がチーム3冠の活躍を見せた。フェニックスリーグから起用の幅を広げるために外野に挑戦。不慣れなこともあり、フェンスに激突し両膝を負傷するというアクシデントはあったが、大事には至らず、その後の試合でホームランを放つなど、持ち味である長打力をアピールした。次点は少ない打席ながら、選球眼よく2ホーマーを放った石原が存在感を示した。その他では内田が待望の一発をマーク。内角のボールに反応し、レフトスタンドにプロ第1号を放った。ウエスタンリーグでは259打席に立ち本塁打0に終わったが、フェニックスリーグで成長の証を見せた。また9月10月打率3割6分6厘と好調だった韮澤は、 CS のミスを引きずるかのように打率1割台と良いところがなく、今季ウエスタン最多の94安打を放った二俣は終盤に構えをオープンスタンスに変え、きっかけをつかんだかに見えたが、フェニックスリーグでは三振率が高く確実性を欠いた。残念だったのが、今季絶不調だった宇草が好調な滑り出しを見せた矢先に足を痛め離脱すると、中村翔成は2度目のスキャンダルに見舞われベンチから外れ、一番チャンスをもらった久保は三振率がチームワーストとベンチの期待に応えられなかった。アピールできた選手、できなかった選手、期待の濃い選手が課題と目標を持って、これから始まる秋季キャンプに臨む。1年間ご視聴ありがとうございました。この動画にて今年の更新は一旦終了します。来年のウエスタンリーグ開幕まで更新はないと思います。やめるわけではないので、チャンネル登録はそのままでお願いします。それまで皆さんお元気で。